はい、せーの、にじまーす。始まりました。私はゲロでございます。そしてめちゃんでーす。お願いします。めちゃん先生、今日は何ですか。はい、本日は2024年歌い手人気度合いランキング。去年もやりましたけど、やりました。今年もやります。もう1年経ちましたか。はい。そうですか。いや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 、もうすごいですよ、今回も。え、何が。もう前回やったじゃないですか。はい。なんか前回の方が勢いすごいんじゃないかなと思ってたんですけど。なんの。あの応募数が、ね、あ、応募数はるかに超えてきました。な、何件来たんですか。前回が1万弱ぐらいだったんですよ。はいはいはい。で、1万人が選ぶと。はいはい。今回が1万2000何ですか。368人。ありがとうございます。いや、大盛り上がり。すげー、ありがとうございます。ご協力いただきまして、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあ、はい、もう発表いきますか。いろんなジャンルで聞いてます、今回。好きな発表ドラゴンじゃないですか。ね、好きな歌い手、発表ドラゴン。よし、来た、肉ちゃま。じゃあ、一つ目から。はい。10位まで今回一応用意してるんだけども、ボードには3位まで。ボード作ってくれてるんだ。すごくない、これ偉すんぎ。1個目来た。付き合いたい歌い手ランキングでございます。いやいやいや、もうさすがにもう変わんないんで、もう無理です、うん、じゃあ3位から。1139票入ってます、3位。だからこの下にずらーっと7000人分ぐらいの歌い手がいるってこと。そういうことやな。えぐー、ばらけて、えぐー、はい、行きましょう。じゃあ3位から。はい。付き合いたい歌い手第3位は、はいよ、こちら。イエー、通り過ぎるんですよ、さらにね。外れちゃうね、イエローさん。シュッ。歌い手の中で3番目に付き合いたい。マジで、お前らどっか病院行った方がいい。いやマジでおかしいっすね、なんかね。あんたはお前が言うの。でもあなた来るかもしれませんから。いやいやいや、まあ、陸上もランマのチャンネルですからね。だからそうだね、やっぱ怖そうが見てますから、うん、こう上位に食い込んでしまうのはしょうがないと思います、ね、確かに確かにね、はい、じゃあ2位、はい、1334票。まあだって200票ぐらい差がついてる。差がついてる。はい、これ俺だろ。1位はありえると思うよ。第2位、はい、こちら、荒木さん。落としちゃって、びっくりして。自分やと思ってた。自分やと思ってた。俺じゃないんだって。アラキング、アラキング、アラキング落ち着いてるからな。アラキング料理うまいしね。あ、まあ、前回もこういう話したかもしれない、うんうん、アラキング入ってたような気がするな。コメントもね、もらってどうですか、控えておいてもらってるんで。はい、ゲロさんから。ゲロさん、お、私からいいですか。多かったのは、一緒にいて楽しそう。おいおいおい、かっこいいし。おい、おい、パンチすんな、パンチ。おい、お前やった。また炎上するぞ、それで。あ、そう、まあ、かしやってないの。まず癖出ちゃったから、今これで。うん、他くれや。かっこいいし優しい。大人の余裕。おい、余裕あるけどね。全然だよ。車乗ってたら、俺がゲロだぞ。車だ。キップ取って。なんで回すタイム。なんで回すタイム。ケートラ。タラキキチ君は、アキさんはやっぱご飯作ってほしいで決まった。ああ、ご飯ね、ご飯。あなたもご飯作る。1。じゃあ行ってみようぜ。1448人に。そりゃお前、そ、絶対これお前。絶対無理じゃん。だって料理できるもん。ねえ。車運転できるし。いやー、どうしよう。これはもうめいちゃんでしょ。どうしよう。絶対めいちゃん、絶対めいちゃん。これはめいちゃんでしょ。はい、第1位こちら、俺かい。めいちゃんかい。そこはソラルとかであれよ。なんか、ね、違う人でよ。俺、まあまあ、めいちゃんでございます。まあまあそうでしょうね。じゃあ理由を。理由、やっぱ料理作ってくれそう。そんなかりやな。ご飯大好き。ご飯大好きやな。まあ料理作れる人いいっすよね。まあ実はしっかりしていて真面目。おお、当たってるじゃないですか。強いから。力が強いから。頼りがいがあるってこっちゃ。まあまあ、でもまあこうなるよな。いいじゃないですか。
なんかいつか俺とゲロさんを抜いたランキングも見たい。そうやね、うん、逆に4位とか5位とかは、そうそうそう、4位5位でそれで行ったら1位、荒吉くんが1位になる。4位が、987票、なるせさん。なるせ、わー、荒なる目強いね。大変だぞ大変だぞ。どの辺が、うん、どの辺が、いや、連絡書返ってこねあいつ連絡返ってこねえからよ。帰ってきたことない俺。帰ってこないですから本当に来ないよね。はい、だから神社にお守りするみたいな感じで送っとくんですよ。いつか帰ってくる嫌いなんかな歌い手のこと嫌いっす。嫌い5位は、5位、687票、ソラルさん。おー、ソラルさん、ここに素晴らしい。だから荒吉くん、おなる、ソラルちゃんっていうのが、まあ俺は抜いたランキングだったので素晴らしい、ありがとうございました。じゃあ続いて、何個あるんでしたっけ、10個、7個です。7個、こちらでございます。何でしょう。ダン、親友にしたい歌い手ランキング。あ、友達、いいじゃないですか。友達、え、すごいっす。3位、2位、1位、すごいっすね。1位すごいよね。じゃあ3位からいきますか、はい、1190票。ナルセ人気じゃん。理由は、一緒にゲームしたい。あ、ゲーム好きな人はたまらんやろな。距離感がちょうど良さそう。ああ、そうなんだ。はいはいはい、距離感ちょうどいい。ああ、うまいんだ。うまい。まあじゃあ俺もゲームしてるから食い込んでんじゃん距離感結構ええと思うよ多分今回 それ通用しないぐらい入ってます、こういうの。マジで、はい、誰やろ。2位2173票、いきなり1000票ぐらい違います。こちら、ちゃんめい。あれ、これ俺入ってなかったらヤバくない2253ですよ。俺入ってなかったらやばないこれゲームやってるし。いやいや、メイちゃんの理由聞いてみようぜ。メイちゃんの理由、一緒にお酒飲みたい。いや、飲める飲める。俺禁酒してるよ。俺飲めよう。ん、フッカルソー。フッカラフッカルな、めっちゃいいやつ。なんで知ってんの多かったもうめっちゃいい。知らんやん。株教えてほしいとか。ああそれ教えられるな。まあ俺に預けてもらったらそのまま運用するよ。やばいやつの上等やばいやつの上等じゃあ1位、2253票、第1位、こちらでございます。俺かい違う違うこうなるね、こうなる、ね、まあどうしても、まあありがたいことやけどな。ありがたいことやけどな。うん、何ですか理由は。理由、ボケたら突っ込んでくれそう。いや、それはもう間違いないですね。ずっと笑わせてくれそう。そうでもないよ。すぐお尻出してくれそう。そうです。俺マジでたまに写真フォルダ見てると本当にゲロさんのチンコがケツ出てきます本当に。俺一回未だに覚えてるのがさ、あの愛媛でみんなでな、あのライブに行ってさ道後温泉って有名、愛媛で道後温泉って有名で、温泉みんなで大浴場がこうやって入ってて、俺らしかおらんくて、俺らしかおらんくて、露天風呂バイトやってて、露天風呂のこっちのなんか草とかなんかめっちゃ綺麗なんですよね。そうで、滝みたいなって綺麗やって、俺が一人でずっとおいみんなおいみんなこっち見てよ、みんなそれ見てドン引いてたっていやいや、爆笑してました。爆笑してた。誰かは一緒にやってましたね。お前ちゃん俺だっけな。おい姉ちゃん見ろよあんなにこれ本当にお尻は出しますんでね、ちなみに親友にしたい。これ4位5位とか、はい、4位5位は4位、605票、黒猫さん、うん、あ、黒ちゃんもゲームできるし、はい、おもろいし優しいからな、うんうん、5位が399票、天月さん。天月さん、やっぱゲーム強いかも。ゲームか、わかりました。親友にした歌い手のランキングはこんな感じでございます。はいはい、続いて、はいはいはい、続いてこちら、はいよ、じゃん、 LINE 交換したい歌い手。ああ、これもっとグッと近づく、 LINE を交換したい、もう本当現実的に繋がりたい。繋がり、ね、見てもらったら分かるんですけど、1位の票数も少ないですよ。ってことは、あれ？どういうこと？いろんな人も繋がりたいの。ああ、なるほど。ばらけてるってこと。分散してるから。分散ってことだよな。そういうことですね。回答してないとかもあるのかな。どうなんだろうね。いや、ありますけど、ほとんど回答してくれてます。うん、だから分散してんの、はい。超分散してる。これだけガチってこと。気になります。1位の票数が低ければ低いほど分散してる。分散してる。からガチ。じゃあ3位、952票、はい。誰でしょう？こちら、ナルセ。ナルセ強ー。お前モテんなー。ナルセモテてるねー。全ツイートしないのにモテんな、お前。理由は？理由は、たまに帰ってくるレア感が楽しそう。ああ。いや、返事返ってこないっす。返ってこないよ。俺一回 T シャツ送っていいですかって来て、ナルセがね、うん、ああ、ありがとうっつって、ありがとうが無視やったからな。いや、ありがとうっ
って言ってくれた。ありがとう、ここに送ってから無視や。送ってもらった？送ってきて。送ってきた。送っては来た。あ、こっからラリー続かへんねやった、はい、ありました。謎切りしてくる。謎切りが、はい、それぐらい返ってこないですけど、でもレア感がいいんだね、うん、じゃあ2位は1016票、ダダン、ちゃんめ強い。理由は返信早そう。返信は普通かな、うん、まとめてやるタイプだ。確かに確かに。突然意味わかんないことを送ってきそう。全然そんなことしません。いや、しますします。え、全然しますよ。しません。全然する、全然する。なんだなんだなんだ、全然全然。いきなりわけわからん物件送ってきたりしてくる。この物件いいっすよ。いや、たまに見つかっちゃうと。いやね、住んでほしい。いや、嬉しいけどな、うんうん、まあでもまあ普通かな、うん、じゃあ1位1623。俺かい。俺かい。理由は相談乗ってくれそう。相談乗るかな。他はふざけた動画画像を送りつけたい。ああ、そういうの大好物ですよ。ああ、送ってくるじゃなくて送れる。俺も送るしな、そんなん来たら絶対、はい、でもアナル注意ですね、ほんとね。そうですね。これ4位、4位は4位が、783票、浦田貫さん。あ、浦田くん、ね、浦田くん来た。浦田さん食い込んできた。即レスくれるか。即レス、あ、即レス。あ、そう、超即レス。へぇ、豆なんだ。ま、マジ豆。いや、本当に送った瞬間帰ってきますよ、浦田さん。へぇ、すごい、素晴らしい。しかも当たってるって言うの、当たってる、繋がってる方ですか。そういうこと。なんで知ってるんですか。他は5位は5位が、745票、千田さん。うわ、分散だ。千田さん、理由は気軽に相談できそう。あ、まあそうかもね。あ、なるほど、ありがとうございます。 LINE 交換したい、はいはい、こんな感じの順位でございました。ありがとうございます、はいはい、じゃあ続いて、はい、貯金がありそうな歌い手。これは分散してないですね。まあでもほぼ一緒、うんうん、ほぼ同率。まあでもそうなんじゃないの。じゃあ3位から。はい、1176票。あー、おー、そうなんだ。いや、ありそうでしょ。まあまあそうだけど、はい、3位なんだみたいな。え、でも確かに俺2位だと思ったな。ね、意外。じゃあ2位、2304票。あー、なんでマスさんが2位なの。俺1位だと思った。確かに。ということは、だって1位、まあ、ほぼ通り。チャンピオン。バカでしょ、バカ。いや、バカでしょ、なんか。そうなんだ。いやー、意外と。いや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 、お前を株とか言うてるから。いや、ないなりに頑張って増やしていこうっていうのよ。あー、まあでも、まあここはわかるよ、ほんまに。うん、毎回食い込んでるのすごいな。いや、もうもちろんね、活動者ですからそれなりにはちゃんとありますけど、はい、そんな見え方してんすね、俺ね。してますよ、お前すっごいやん、株とか。いや、株とか、いや、冗談じゃないですか、あんなの。何をおっしゃいますよ。びっくりしますわ、ほんまに。まだニーズ教えてください。兄さん、ええやつ教えてください、ほんまに。ということで、じゃあこれ、まあ、4位誰？4位が、1059票、ゲロさん。え、うん、ゲロさん、なんでや、俺こそないぞ、現実そう。あ、そうですか、うん、意外とそうでないですよね。5位は持ってますよ。5位が、670票、ナルセさん。なるなるせ強し、ナルセは強し。こういう結果でございました。ありがとうございました。じゃあ、じゃんじゃん行きましょう。じゃんじゃんじゃん。続いてこちら、バイバイ。海外旅行したい歌い手。あ、一緒に海外旅行したいことですか、うん、なるほど。これはね、英語喋れたりとかね。間違いない、確かに。とか生活力ある人ってことだからな。コミュニケーション能力高い、高いね。やっぱり3位と2位1位は結構離れてますね。確かに。3位行きましょうか。はいはいはい。ナルセじゃないの。いや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 、あいつは連れてったら何も喋んないよ。いきますよ。いや、第3位こちら。おお、ソラミちゃんよう行ってるようなイメージあるしな。確かに海外旅行よう行ってるわ。ラクダ乗ってたな。これは理由は、これも言った通り、あの海外経験多いから大変になりそう、うん、なるほど、多かったですね、うん、そうだよね。のんびり旅行ができそう。ああ、喧嘩とかしちゃうとな、はい、旅行中に喧嘩とかしちゃうとちょっとあれやから、まあそれはもう背負い投げしてくれますから。背負い投げはしてきます。背負い投げはしてきます。はい、はい、じゃあ2位、1682票、ちゃんめ。これこれ理由は、理由、博識だからいろいろ知ってそう。いや、全然知らないです。ここトラブっても
パワーとパッションで何とかしてくれそう。あーパッションやね意外とでも英語とかそのまんま言うよな。なんですか、ソーリーみたいななんか普通ちょっとはさ寄せてさソーリーみたいな、はいはい、言うけどエクスキューズミーそんなに言わないよ。マジでグアムとかそうだったよそうだったかな、エクスキューズミーみたいなちょっとこうぽい感じとかじゃん、うん、もうほんとエクスって言わないですか、キューズミいや、わかる。パードンって言われてあれ、それできたんだけどな。じゃあ1位、1791どうせ、あいげろチャンゲロ。これ理由は何ですか、ね、長時間一緒にいても楽しそう。いや、俺すぐ疲れるからすぐ寝るよ、うん、突然電池切れますよね。俺はほんまにすぐに電池切れる。パッてみんな遊んでき俺もう寝るっつって寝るから、うんうんうん、もうおじいちゃんやから。ノリでなんとかしてくれそう。ノリでなんとかはできそう。マジノリでも全然パッションで俺、うんうん、この食べ物2つって言うと頼むから負けないんすね。全然どこ行ったってこれ2つって言ったらもう通じ、はい、OK って言って。じゃあ4位、5位。4位987キロ、ナルセさん。ああナルセ、ナルセ英語ができそう。あ確かに英語の歌詞ね、よく言うしね。発音いいんだよな、あいつ。困ったらラップで乗り切れそう。サイバーちょ悪い、もうやってくれて本当に悪いけど、もうちょっと考えてくれもうでやってくれて文句言いたくないけど俺たちは、うん、もうちょっと考えてくれよ。なんかね、これ605票、マフマフさん。あーマフさん、マフマくん、リュウオリュウ、英語話せそうで頼る。あ、まあ、英語話せそうが強いんだ。どうなんやろ、マフマフ話せそう。いや、話せそう、なんかわかんないけど、めっちゃ頭良さそうって思ってます。確かに、高学歴っぽい、うん、ということで、俺ら抜いたらそういう、順位でございました、うん、ということで、続いて、あと2問。じゃあ次、こちらでん、はい、闇を抱えてそうな歌。すげえ、ぶっちぎり1位だ。ええ3位が600票だよ。え、1位3600。だからもうほぼ、もうこの2トップ。2トップ。じゃあもう3位からいきます。629票。あ、意外に、意外に当たってるかもしれない闇抱えてます。闇抱えてるかもしれませんね。でもまあこういうボカロ曲とかも結構ね、あーそういう闇系の最近歌ってますからね。理由は、いや、やっぱりあの普段笑顔だから裏があるじゃん。でも俺昔から言われる、本当は暗いでしょって言われるけど、はいはいはい、まあ20代の頃とかマジで俺超寝やかやったから、うんうん、あれやけど、まあ落ち着いてきてはいますけどね。そんななんか裏があるみたいな感じではないと思うんですけどね、まあ、ほんまこのままですよ。途中で電池がパーンって切れるだけ。闇を抱えてないとあのグッズは出せないから、ね、あの顔グッズみたいな、ね、あれは闇だわ。いや、そんなことないでしょ、はいはい、じゃあ2位、2817票、こちら。いや、マフくん、理由は、いや、曲調、歌詞が闇を抱えてる。ああ、まあ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 、特徴的にね、曲のね。確かに多忙で休めてなさそう。ああ、それは間違いなくあるわ。そうだね、超忙しそう。うん、そうですよね、忙しいと大変か、やっぱり。まあ、落ちてきちゃったりしますからね。そうか、そうか、本当に体調気をつけてくださいね、感じでございます、はい、じゃあ1位、3602。ちょっと怖いです。絶対、わかる、それやと思う。行きましょう、1位。あれナルセやと思ったけど、めいちゃん、え、ナルセやと思った俺嘘だろ、めいちゃんってそうやって思われてたのかよ悔しい俺は。はい、理由は、サイコパスだから。サイコパスだから目に光がない。目に光がない目が細いだけなんだよ目に光がない目に光がない。はい、ほんで他は、他ちょうだい。カマキリサイコパス。カマキリサイコパス。ゲロさんの俺リスナーやろそれ。ふざけんなよ、俺の弟子がおるな。モーニーさんこちょうだい。普段明るいからこそ闇を抱えそう。まあ一緒か。一緒ですね。まあでもサイコパスがやっぱり、やっぱ多いか。サイコパスじゃないっすよ。サイコパス。いや違う。サイコパス。違います。いやいやいや。じゃあ俺ら抜いた。ね、うん、ランキングそれが一番だから4、5、うん、4位が371票、打足さん。闇なんかないよね。まあもう全部出ちゃったんです。全部出ちゃったね。ねえ、もう会うおじさんだよ、ただの闇ない、闇ない、酔っ払ったらややこしいぐらい
他は5位が370票で天月さん。あ、そう、完璧キラキラすぎて、あー、やっぱ、まぶしいとやっぱそうなるんやな、影があるんじゃないかと思ったんだ、ね、城をね、見ちゃうと思う、はいはい、俺1位ちゃん、ぶっちぎり俺と3000票はさはい、じゃあラストはこちら、同居したい歌い手。一緒に住みたいか、同棲したい歌い手。まあこれも飯系になるんじゃない。確か荒木さんは入ってくんな。あー、入ってきそう。荒木ちくんとめいちゃん入ってきそうやな。うわ、これも離れてますね。728票から2位突然1800、そして2700票。すごいこれ。うんうんうん。じゃあ3位から、ルダン3位こちら。俺大丈夫か、うるさいねやかましいぞ、毎日笑わせてくれそう。いや、しんどい時大変やと思う俺。お前残業から帰ってきて、もう俺おったらうっとしないやなどうやったどうやった飯何食べる作ってくれはするんです。いやいや、ウーバーイーツでしょ。ウーバーイーツかどうだ、これは他は他綺麗好きだから。ああ、なるほどね、確かに部屋綺麗、部屋は綺麗にします。信頼できる。え、なんで全部この人たちがゲロさんにやってもらうそうってなんですか。飯とかな、うん、やってよっていう。だからなんか求めてるんだろ、本当は。本当は求めてるんですか。本当は全部やってくれる人を求めてるんだろうな。やります。やりますね分担はさせてほしい。あ、俺これとこれとこれするから。掃除は、掃除は、掃除やりたい、掃除やりたい、掃除やりたい。じゃあ洗濯は。洗濯が一番俺苦手やねん。苦手。うん、どう苦手なんですか。やりとうない。ドラム式使ってるやん、はい、あれゴミ取るのだるない。あれだるい、あれが一番だるいわ。ザブンっすよね。ザブン最近全然乾かなくない。あ、でも俺一回修理出したんだ。あ、したら治りました。それ持ってくの誰かが。うん、あのおっちゃんが来てくれてそのままでやってくれる。教えてください何の話やマジ、うん、まあ、やってくれ。ザブンマジ。というわけで3位渡してくれました、ありがとうございます。1829票、2位第2位、はい、チャンメン。あれ来ました、2位。ということは1位は別の人だ。理由はご飯が美味しい。いや、食べてないだろ食べてないのが美味しい。食べたことねえだろ。友達がちょうどいい。ん、あ、だから付き合うとかじゃなくてなんかこう、ほんと同居人。いや、なんかあるよ。 でもね、付き合いたいやで1位でしたね、うんうん、照れてんね。照れてんの。照れてんね。どうにかなっちゃうぞお前一番が同居してる友達のね異性に手出すのめっちゃやばい。どうにかなっちゃうでしょ酔っ払って帰ってややこしくなりそうですよね。じゃあ第1位、第1位ラスト2736票。俺らじゃないからね。何だろう、いきますよ、はい、第1位こちら。あ、やっぱりそうだ、荒吉くん。荒吉さん同居したいって、荒吉さん。みんなが理由は美味しい料理が食べたい。そればっかりやお前ら。お前ええ加減せえよ。おい、おいしいご飯ばっか食べたい。家事全般できる。そうか、うん、確かになんか好きでやってるわよ。虚しいよもはや、うん、俺も掃除してもらいたい人でしょ、うん、で料理やん。なんかもっと内面見てよもっと私たちのこと見てよ歌を毎日聞きたいとかだったらわかるじゃないですか。ね、シンガーですから。また別のと、なんか本当にやってくれそうなラインを。めんどくさいことをやってくれそうな人たちランキング。めんどくさいことやってくれる人ランキングじゃん。そうですよ。ぶっちぎり荒木さん1位。ぶっちぎりだね。ぶっちぎり。へえ、素晴らしい。だって洗車とかこまめにしてるもん、荒木さん。あ、そう、うん。ということでございました。はい、以上7項目。はいはいはい、どうだったでしょうか。いろいろありましたけど、なんか気になるやつとかありました。まあそうっすね、やっぱり。いや、俺がずっと意義があるのはやっぱ闇。やっぱこれ気になりましたよね。闇を抱えてそう。どう闇を抱えて、抱えてそうっすか俺。いやだからお前目が真っ黒やん。いやいや、みんな真っ黒だよみんな真っ黒だよ。じゃあお前はもうあの漆塗りみんな漆塗りやねんけど、はいはい、お前だけなんだ、ペンキベルッサーって見えてるんじゃみんな。いや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 、俺一回だけ DM 来たことあるわ。なんすか。なんかライブでなんかハイタッチみたいなやった。はい、今日めいちゃんのライブ行ってきてハイタッチしたんですけど、ハイタッチイエーイってって目見たら目が真っ黒でしたいやだ、DM 来たことある。目真っ黒、ふざけんなよ。目が真っ黒でびっくりしましたゲロさん、これはどう思いますかみたいな
知らんがなみたいな。ふざけんなよ。目をね、光入れてください。あのハイタッチの前にちょっと目薬さして。いやいや、目細いから 光ってるけどな、目の。こう証明したら光るでしょ、だから。まあね、あとはやっぱり、まあそうっすね、貯金がありそうと思われてるのがとか、やっぱ俺は友達人気が高いな。うん、うん。付き合いたくはないんですか？付き合いたくはないです。そういうとこ言ってた。なんかしらのタイミングで出ちゃいそうだから。急にパンって闇になる。そうじゃ、お前も死ぬわ。掃除好きって言ってたじゃん。掃除はやりたいって言ってたじゃん。これ面白い。またやりましょう。ね、ということで、はい、何でしたっけ、歌い手人気ランキングでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。たくさん投票してくれてありがとうございました。楽しかったでーす。付き合いたいランキングのゲロさん。あ、俺2位やったやつかな。憔悴意見、はい。見取りたい。見取りたい。なんで俺が作詞いるねん。お前が作詞いるかもしれんやろ。ふざけんなよ。絶対長生きしてやる。